はい、本日はですね、脱ユニクロの商品をご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、普段はですね、僕アウトドアの用品とかを結構多く紹介してるんですけども、ユニクロを普段見てる方とか、ユニクロを普段買ってはる方って、次どこにステップアップしていいか分からへんのちゃいますかというね、助言をいただいてですね、であれば、普段見ていただいてる方とはちょっと違う視聴者層を狙ってね、お話ししていこうということで思っております。だから普段見ていただいてる方からしたら、復習といいますか、確かにユニクロやったらこれに置き換わるよねとかいうことをね、見ていただければいいと思いますし、まあ、ユニクロを普段買ってはる方が、ステップアップするんだ、こういうところいいんかなっていうところでね、お話ししていこうと思います。ちょっとすいません、変な格好してね、パタゴニアにノースペース合わせるという禁断の格好をしておりますが、この辺はちょっとご了承いただいてですね、行きたいなと思います。ではですね、まず一つ目っていうのがですね、エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツってこの横に出てると思うんですけど、これの代替商品っていうのをね、やっていきたいなと思います。ステップアップするんやったらこの辺がいいんちゃいますかっていうところがですね、まず一つ目っていうのが、ちょっとすいません、タグついてますけど切りますね、こちら無印のオーバーサイズの、T シャツになってます。これが値段がね3000円ぐらいなんで、ちょうど倍ぐらいはするんですけども、まあ、さらにいい着心地というか、さらにこう柔らかい着心地で着れるというちょっと上質な T シャツになってるんですけど、一回これ着てみたいなと思います。はい、とまあこのようにいかがでしょうか。ゆったりしたねサイズ感で着れるかなと思いますし、まあ、さらにこう見てもらったら分かると思うんですけど、めちゃくちゃねこう柔らかいんですよ。だからユニクロのオーバーサイズのやつもいいんですけど、もうワンランク上の着心地求めようと思うと、この無印のね T シャツなんかはねいいかなと思います。サイズ確か僕 L サイズで着てると思うんですけども、まあ、ゆったりねオーバー気味な感じですよね。でね、もう一個ねランクちょっと上げていこうとかって思うんやったらね、もう一個上げるんやったら、このキャプテンサンシャインっていう T シャツの方に行くと、もう一個ちょっと違う風合いが出てくるんですけどもね、こちらも一度着てみましょう。はい、とまあいかがでしょうか。まあパッと見た感じそこまで違いって分からへんかなと思うんですけどもね、まあ、よくこう近づいて寄ってみると、もう少し張り腰のあるしっかりした生地感のね T シャツになってるんですけど、その張り腰がある分肩が綺麗に落ちてくるんですよね。まあこの辺まで計算されてるっていうのは、このキャプテンサンシャインっていうね、まあ大人の方30代以上の方とかがよく着てはるんですけども、これはまあ脱ユニクロのところではいいんじゃないかなということなんですが、同じ白 T って言っても、まあ、若干色の違いとかはあったりするんですよ。これちょっとあんま分からへんかな。こっちのね今着てる方が若干きなりがかってるんですけど、まあこれはね T シャツはもともと植物ですので、お肉とかと同じで脂身が少なかったりとか赤身が多かったりとかってお肉もあると思うんですけど、まあ、植物も同じようにね綿なんで、ちょっときなりがかってたりとか、かなり白っぽい光沢があったりとかっていうのがあったりするんですけど、まあ、これはもともとちょっときなりがかった色味なんですけど、まあそういった感じになっております。でこのまま行きたいなと思うんですけど、次のね代替商品というのがショーツになってます。でこの横にあるのがギアショーツっていうねショーツがあるんですよ。いかにもアウトドアっぽい感じのねショーツになってるんですけど、じゃあこれの代替商品は何なんですかというとですね、これは泣く子も黙るノースフェイスのショーツなんですよね。こちらのバーサタイルショーツというショーツになっております。まあやっぱりねノースフェイスが出してるっていうだけであってね、かなりアウトドア感のあるショーツなんですけど、一回入りますね。はい、とまあこんな感じなんですけども、まあ何がいいかっていうと、やっぱこういうアウトドアのメーカーってしっかり修理とかもあるのでね、例えばこう破れてきたとかなったりしたらね、縫製依頼したらちゃんと塗ってくれたりもするし、それ以外にもこうアウトドアで履く用として考えられているので、キャンプ行ったりとか、あとお盆の時期だったらじいちゃんばあちゃんに会いに行ったりとかするじゃないですか。ほんならあんまり荷物いっぱい持っていくのあれやなと思った時には、これ1枚あれば水陸両用なんで、海も川ももちろん行けるし、それ以外にも乾きも早いから、2着ぐらい持っていといたらね、それだけで2泊ぐらいの旅行やと全然楽勝で行けます。でそれでいて近くで見てもらったら分かるんですけどね、ナイロン素材やねんけども、いかにもこのなんていうのかな、コットンライクな質感っていうんですかね、あのナイロンってもともとね、あのシャカシャカした、僕焼き当てる時とかって冬場に着るシャカシャカする、なんかこう擦れたらシャカ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 するやつってあったじゃないですか。けど今ってね、もうナイロンっていろいろ開発されていって、こういう風合いのあるちょっとコットンっぽいねナイロンっていうのが開発されてるんですよ。もういかにもこう化学繊維でこうスポーツで使うっていうような感じじゃなくて、こう街中でも履けるし、もちろんアウトドアでも履けるといったような感じになってます。でそれでいてね、サイズ感とかもちゃんと動きやすいように、足とかがこう開きやすいような、ちょっと身幅ゆったり系のねショーツになってるんで、ストレッチ性はないんやけど、ちゃんと動くことを考えられて作られてるというような感じになってますね。で次に行きたいのが、同じくショーツなんですけど、若干違うショーツでね、知能ショーツっていうのがあるんですよ。で知能ショーツっていうのがあって、この横に出てるんですけど、ショーツ、ギアショーツ、知能ショーツ、なんか名前だ聞いたことあるし、知能ってなんか聞いたことあんねんけど分からへんな、まあえっかってなるじゃないですか。で知能ってめちゃくちゃ簡単でね、服ってね網と織ってもう2種類しかないんですよ。で網って言ったらニットとか、あとパーカーとかってこうふっくらしてる、ふんわりしてるやつがニットとか網で編んでますよってことなんですよ。で織って何って言うと、シャツとかパキッてしてるシャツとかもそうやし、あとこういったマウンテンパーカーとかもそうなんやけども、こうバッテンのようにね織られてるのが織りじゃないですか。で知能はどっちの組織に分類するんですかって言ったら織なんですよ。へえそうなんですねって、あ織やから知能、うん、まあなんかよく分からんけどそうなんや、まあ、まず織って分かっておいてくださいね。で織の中でも何種類かあるんですよ。まあだから分かりやすく言ったら、夜の姉ちゃんのお店みたいなもんですよね。
ね。まあ姉ちゃんのお店って言っても熟女系ですか、それでも若い子系ですかってなるじゃないですか。あ、じゃあどっちにしようかな、じゃあ若い子系行きますって言っても、じゃあ若い子系の中でも30代で行きますか、それともいや20代前半で行きますか、いや10代で行きますかっていう感じで、まあ、10代って言ったら18歳以下わかんのかな、19歳以上になってるからちょっとその辺はわからんねんけども、まあ、そんな感じで服も織の中でも綾織とか平織とかっていう織り方が何個かあるんですけど、その今回はこれチノっていうのは綾織のことを言うんですね。綾織の生地っていうのは英語でチノっていうんですよ。そうなんやと、綾織のやつってチノって言うんやっていうし、あとジーパンなんかも全く同じ綾織で思われてるので、まあ言い方変えればこれもチノっちゃチノやねんけども、これに関してはね、あのインディゴなんでちょっと話変わってくるんですよ。ちょっとややこしいけどもね、まあそういったことで全くジーパンと同じ織られ方がしてるっていうのがチノなんですね。だからチノと聞くと、あ、ちょっと作業着っぽいとか、あ、ちょっと頑丈な感じなんやなっていうのがイメージついてもらえると思うので、これで分かりましたよね。今までチノって言ったら雰囲気でなんか、あ、へーって言って、なんかディッキーズとかもそうですよねなんて言ったりしてるんやけども、これからはもう言えますよね。チノって何ですかって言ったら、チノって言ったらちょっと繊維的に綾織なんで、まあ、作業着とかちょっと頑丈な時に使われるんですよなんて言ったら、洋服ご存知ですねってなってきますので、そういったチノショーツがこのユニクロの方なんですけども、このショーツの代替えとしては何があるかっていうと、まあ、チノショーツ行くんやったらほんまグラミチのねショーツを紹介したいところなんですが、個人的にちょっと暑すぎるので夏履くにはね、だからちょっとどうかなっていうことで、今回はですね、最近今年から僕がハマり出したワイルドシングスのベースショーツというこちらのショーツを代替商品に選びました。っていうのもなんでなのかというと、これはね比較的このユニクロのチノショーツみたいに着丈が長いんですよ。なので見てもらうとこんな感じですね。だから安心して大人の人が履けるような感じになってる、プラスアルファ近づいて見てみるとちゃんとチノっぽいというか、こう天然繊維の風合いがこのワイルドシングスにも、これ天然繊維ちゃいますよ、これはあのナイロンやねんけども、まあ、ちょっと近いような感じで、さっきのノーセスもだけどナイロンってやっぱりシャカシャカしてたようなイメージだけど、こういったまあマットな素材のナイロンっていうのがどんどん出てきてますの でさらにこれはストレッチも多少は効いてるので、チノとかってやっぱりストレッチがあまり効いてないんですけども、これはね河川のいいところなんですけどね、あのストレッチが効いてるということで、まあ河川はそれやったら全部いいやんってなってくるけど、まあ河川も河川で悪いところもあるんですよ。日に弱いとかね、匂いがつきやすいとかもあったりするんやけども、値段的にもねこれだって5000円ぐらいで買えますので、まあ代替商品としては非常にいいんじゃないかなということで、こちらチノショーツの代替商品、天然繊維ではないんやけども、このワイルドシングスのねベースショーツはいいんじゃないですかというご紹介になってました。で最後はねボディバッグ紹介していきたいなと思うんですけども、このナイロンボディバッグっていうのがねこちら今出てると思うんですけども、このナイロンボディバッグのね代替商品何にしようかなと思った時にね、僕もまあいろいろとボディバッグこのようにね買わせていただいております。何個あるか分からへんけども、だいたい20個もないと思うんですけど、10何個あるんですけども、その中で何が一番いいんかなと思った時に、このナイロンバッグに代替するとするなら、まあやっぱりこの2つかなと思うんですよね。まずはノースフェイスの、オリオンというバッグですね。まあかけた感じのシルエットも似てますよね。これだロゴがノースフェイスってあるだけで、これが確かね定価は6050円とかぐらいなんけども、だいたいセールとかでね5000円とか4000円とかで売ったりしてますので、それね下の動画説明欄に貼ってるんですけども、ノースフェイスの直営店で買うと定価なんですけどもね、そういう正規店やけどもセレクトショップとかはね割引してたりするので、これはねいいかなと思います。で代替にした理由というのは何でかというと、ちゃんとこういうアウトドアの後ろにクッションついてるんですよ。だからこう物入れててもね痛くなかったりとか、こうバンバン当たってくる感じっていうのがねないんですけど、やっぱりこういうユニクロのとかちょっと安いのになってくると、この後ろの背面のところでクッションとか全くないから、物入れた形通りぶつかってくるんですよね。だから例えば鍵とかやったらこう鍵の形ごとガンガン当たってくるし、こうアイコスとか入れててもアイコスの形ごとガンガン当たってくるんですよ。だからまあその辺どうかなっていうのもそうやし、で次はちょっと趣味思考を変えてみてですね、あの縦型のバッグというかこう正方形のバッグっていうのもね、まあ、これもありじゃないですかというご提案なんですけども、これは僕の視聴者さんなら全員が知っております。なんていう名前ですか、せーのマンティスということでね皆さん言っていただいてるんですけども、知らない方は覚えてください。あのこれそれぐらいこれは街中でめっちゃ見ますよ。でっていうのもね、今までえ俺見たことないでっていう方も、一回これを知ってしまってそこから街中見てください。めちゃくちゃ見るから、あのベンツが今まで興味なかったんけども、ベンツ一回乗ってみたいなと思った瞬間に街中にベンツってめっちゃ出てくるじゃないですか。あの現象、マンティスもう全然興味なかったんけどなって思うんやけども、一回マンティスを知ってみて街中見たらめちゃくちゃマンティス持ってる人多いんでね、これも同様に後ろにクッションがあって、なおかつスマホケースなんかもあったりするので、まあ、使いや
しさはありますので、これが、大体5000円ぐらいで、これに関してはもう定価しかないです。だから割引されてるイコール正規店じゃない可能性、要は偽物の可能性があると思った方がいいので、まあ定価でもね、あの偽物ってあったりするんですけども、その辺はね皆さんご注意していただきたいなと思います。っていうのも僕これ視聴者さんからね、こっちの青のやつはいただいたやつで、この黒のやつは自分で買ったやつなんですけど、この黒のやつは本物やけど、青のやつに関しては色違いとかじゃなくて、これは偽物です。なのでね、あのロゴの位置が違うとかは、それはね、あの元々前の企画なんですよ。これはマンティスってなる前にマカ2ってやつで、これ全く同じ形だったんだけども、もうほぼほぼ違いなんか分かりません。素材とか見ててもね分からないんで、ってことはどうしたらいいのっていうと、いやちょっとちゃんとね、あの正規取扱店で購入されるのが一番いいかなと思うんですけども、まあ、なかなか田舎で遠くで行かないよっていう方はね、あのそれも下の動画説明欄貼ってますので、気になる方は見てみてくださいと。で最後におまけ1点、これはちょっと夏用としていろいろ紹介したんだけども、あの最後1点ありました。これ何かっていうとね、ジャケット、こういうマウンテンパーカー、ブロックデックパーカーとかって、まあ、過去出てたんやけども、まあ、またそのうちねアウトドアがブームやから出てくるとは思います。でその中でこういうマウンテンパーカー防風ですよっていうのって、大体そこまでめちゃくちゃ防風ではないんですよ。で雨もやっぱり透き通ってきたりするし、結局安物買いの銭失いになる可能性があるんかなって僕は思ったりするんで、まあ、こういうマウンテンパーカーとかで、もしかしたらほんまに暴風がいいとか、こうもう全く水が入ってこないような防水が欲しいと思ったらね、これとかは1万円台で購入できるコモドジャケットっていうね、あのマーモットのっていうブランドがあるんですけど、そこから出てるやつがあって、これなんか全く水入りません。もう全然水入らない。でそれ以外にやったら、まあこれはご存知の方多いと思うけど、モンベルってやつもね、これも全然全く水入らへんくて1万円台で購入できるっていうのもあるので、こう毎年毎年ね買っていくっていうのももちろんいいんですけど、今世の中では何億着もの服が作られて捨てられてます。だからね、まあ、そういうこと考えたら、自分の大事な1着とかを持っとっていい、ずっと着ていくっていうのはいいかもしれないですけど、僕こんなに山ほど買っててあんま説得力ないかもしれんけどもね、まあそういったところで今日はね脱ユニクロのアイテムで置き換えてお話をさせていただきました。まああくまでもこれはね僕が持ってるアイテムでの紹介ですので、もしかしたらなもっとこういうのの方がほんまいいよとかっていうのがねあるかもしれないので、それはまたコメント欄で教えていただければなということで、本日はですね脱ユニクロのアイテムを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。